なしめ、または、なんとまいは、三世紀の人物。山大国の卑弥呼が義に使わした大部。三国史義書末期三十、東遺伝、和人の城中に、卑弥呼の使いとして登場する。慶書二年六月、卑弥呼は、大宝軍に、大部のなしめと、次種の都市牛里を使わし、大種の龍夏に皇帝への配越を願い出た。はこれを許し、役人と兵士をつけて、 彼らを戸まで送った。なしめは皇帝に越見して、男の育児4人と女の育児6人、それに、藩夫2匹2条を剣じた。12月に、皇帝は少々発し、遠い土地から海を越えて和人が長考に来たことを、喜び、卑弥呼、親際王となし、金印指示を過重した。皇帝は、なしめと都市牛売りの旅の労苦をねぎらい、なしめを立前中老将に、 牛知を立前行為になして、銀印聖樹を授けた。皇帝は献上物の代償として、高知交流の二式五匹、高知数族の計十丁、先行五十匹、根性五十匹、根軸分の二式三匹、再繁華の五丁、白木の五十匹、金八両、五尺の刀を二振り、同郷百枚、真珠、円炭を、各五十金の莫大な貸品を与えた。 長考は、形式的な真珠の代償に、莫大な利益をもたらすものであった。聖史六年、皇帝は見事乗りして、大砲軍を通じて、なしめに行動を加受した。聖史八年に、山大国と国国の和平を仲介するために、大砲軍の再創上司長生が和国に渡り、その際になしめに行動と少々手渡している。三十八年の剣士の際に、 義から立前中老将の官職を得ているが、これは243年の山大国からの使者にも与えられている。京都大学教授だった内藤コナンの説では、なしめを水人町に、常世の国に使者として赴むき傾向町に記帳した田島守としている。また、皇帝から渡された行動は皇帝軍旗であり、それを受け取ったなしめは義人で、 義から卑弥呼のもとに送られた、諜報院と見る説もあるが、あまり信憑性はない。日本書紀の引用文による。現存している、義師和人伝の最古の写本は12世紀で、8世紀に完成した日本書紀が正しい文字を伝えている、可能性がある。朝鮮半島にあった、高村縁の領土。京書2年に、義の明帝12月8日から病床につき、 平初三年正月初一帝外日に死去の命により、大砲大衆に任命された竜により海から攻められ、占領される。ありがとうございます。